石川啄木の短歌。こんばんは、ドナルドーです。今日は、石川啄木の短歌について、紹介したいと思います。石川啄木は、1886年、明治19年、岩手県生まれ。1912年、明治45年、28歳で、創成した詩人であり、歌人です。20歳で詩集、憧れ、25歳で歌集、一躍の砂、27歳で第二歌集、悲しき玩具、を、出版。誰もが親しみやすい、平明な文体で、歌われた若々しい感受性、また、自身が現実に味わっていた、生活の、苦しみは、たくさんの読者の共感を呼び、国民的歌人とも称されました。早速、その歌を見ていくことにしましょう。東海の小島の磯の白砂に、我なき濡れて、カニと戯る。一躍の砂、関東の一種。東海の小島とは、函館とも、北海道とも、日本とも、様々に解釈されていますが、具体的な系ととっても、観念的な場所としても、どちらの読みにも遜色は、ありません。それよりも、人としての生活に馴染めず、カニと戯れることしかできない自分自身への、深い悲しみが、歌集全体を貫く主題として、重要だと思います。戯れに、母を背負いてそのあまり、かろきに泣きて三歩あゆまず。ふざけて母を背負ったところ、そのあまりの軽さに、ショックを受けて歩くことができなくなった、というのです。啄木の心の中での存在感に、照らせば、母はもっと重たい人であったはずなのです。高齢社会となった現在においても、多くの人の共感を呼びそうな、息の長い歌です。働けどなお、我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見る。これもまた、現代の格差社会、ワーキング、プア、の状況を、先取りしたような、人間に普遍的な歌と、言っていいかと思います。啄木は若くして結婚し、妻子と両親、妹を含めた一家の生計を、担っていました。文学の天秤に恵まれながら、思うようにならない人生に、啄木は生涯苦悩します。友が皆、我より偉く、見えゆる日を、花を買い来て、妻と親しむ。人の世に乗り切れない、自分に対して、同世代の友は、会うたびにどんどん立派になり、自分だけが取り残されているような気がする、というのです。そんな時は、愛する妻に花を買って帰り、家庭の円満で埋め合わせると、言えば、なかなか良いバランス感覚のように、思えますが、実際の啄木は、それほどに家族思いではありませんから、心境は複雑です。小津、方の、お城の草に、寝転びて、空に座れし、中吾の、心。後に、雲は天才である、という小説を、書いたように、啄木の心は、広い空を憧れのままに彷徨う雲のようなものだったのだと、思います。大人になっても、そんな心を持ち続けた啄木。しかし、そんな夢のままの生活を送る日は、ついに啄木には来ませんでした。小津方という地名も一種に儚さを添えています。ふるさとの訛り懐かし、停車場の人混みの中にそう聞きに行く。この歌が歌われたのは、現在の JR 上野駅だと言います。上野駅は東京の北の玄関口。
東北や北陸から東京を訪れた人がまずここに降り立ちます。東京での生活に疲れ、しかし、故郷に戻ることのできない啄木は、ここでだけは聞くことのできる、故郷の方言に、心を和ませていたのかもしれません。柔らかに、柳青めるきた髪の、岸辺めに見ゆ、泣けとごとくに。啄木の故郷である岩手県盛岡市の渋谷は、北上川の流域にあり、現在でも川岸には、柳の木が多く見られるようです。柳が青みゆく春、故郷を遠く離れた啄木の心には、その故郷の景色が悲しみとともに、思い出されます。現在住んでいる地で成功していれば、思い出すこともない景色。啄木の望郷は、現在の不遇と相まって、いつも美しく悲しいのです。以上、7種を紹介しました。啄木の名歌を改めて読み返してみると、感受性がとても細やかで、読むことにとても開放的であることがわかります。啄木の歌の中には、時に倫理的にどうかと思われる歌もあり、実際に知人にかなりの借金をしていることなどと合わせて、その人間性を非難されることもあるようですが、これぐらい自由に率直に歌を読む啄木であればこそ、長く人々に共感を与える歌を読むことも可能だったのだろうと思います。現在では、人は精神的にもっと幼くなり、20代の若者で、一人前の社会人になれている人は、ごく少数のように思います。それと比べれば、啄木はまだ幾分老成しているような気もするのです。多少の倫理観のなさは、その天才ぶりに免じて多めに見てはどうかと、私は思っています。最後までご視聴、ありがとうございました。